周南市徳山駅前賑わい交流施設は、山口県周南市の徳山駅、三雪口にある複合施設。通称は、周南市立徳山駅前図書館、新徳山駅ビル。周南市が進めている、徳山駅周辺整備事業における主要事業の一つとして、徳山駅旧在来線駅舎後に整備が進められ、2018年2月3日に開業した。基本、 実施設計は、日向市駅、高知駅、旭川駅などを手掛けた内藤博士建築設計事務所。管理、運営には指定管理者が導入され、竹尾市図書館、歴史資料館や高橋市図書館の管理を手掛けるカルチュア・コンビニエンス・クラブが本施設の各施設となる、周南市立徳山駅前図書館と一体的に管理を行う。徳山ステーションビル時代は、 駅本屋と一体構造となっていたが、徳山駅周辺整備事業にあたって駅機能が橋上駅化されており、にぎわい交流施設には駅機能を有さず、2階部分が徳山駅南北自由通路と接続される構造となっている。そのため厳密には通称のような駅ビルではない。徳山駅前図書館を各施設とし、飲食施設、 周南警察署徳山駅前交番、交流室、市民活動支援センターが入る。指定管理者の CCC は、図書館の一部にスターバックス及び、スタヤ書店を出展する。これは、竹尾市図書館、歴史資料館や海老名市立中央図書館と同様の方式である。館内の案内やプロモーションは、各施設の名称である。 周南市立徳山駅前図書館で統一されているが、外壁等のサインに掲げられた名称は、周南市立駅前図書館となっている。西側の駐車場お旨を含め、総事業費約55億3800万円で完成。CCC に支払われる指定管理料は、年間1億5000万円程度と見込まれている。本施設の前身は、 1969年10月に開業した徳山ステーションビルである。当初は第三セクターの徳山ステーションビル株式会社が運営する駅ビルであったが2000年4月に運営会社が解散したため2001年10月以降は公共施設として運営されていた。2003年4月に市町の合併により周南市が誕生。これに先立ち徳山市 新南陽市、熊毛町、六野町合併協議会が策定した新市建設計画において、中心市街地活性化事業の一つとして、徳山駅ビルの整備が掲げられた。2005年2月に策定された、徳山駅周辺整備構想において、本施設を含む周辺整備の方針が示された。2006年から2007年にかけて、国、県、 JR 西日本との協議が行われ、本施設を公共施設中心とする徳山駅ビル整備の基本的な方向性がまとめられた。2007年4月の周南市長選において徳山駅周辺への大型商業施設誘致を公約とした島津幸雄が当選した。同年12月には島津市長が設置した周南再生戦略会議が 大型商業施設の誘致や14メートルの線路移設を含めた大規模な開発案、徳山駅ビル及び周辺グランドデザインを提案した。しかし線路移設の実現性や商店街への影響等がネックとなり、後の徳山駅周辺デザイン会議を経てフェードアウトすることとなった5月。 2008年12月から2010年2月にかけて、島津市長が設置した、徳山駅周辺デザイン会議において、本施設や南北自由通路、駅前広場の規模、外観、コンセプトなどが議論された。会議には、地元関係者のほか篠原治、内藤博治、波藤英二らが招かれた。ここでの議論の結果をもとに、2011年1月、 市と JR 西日本との間で南北自由通路と協状駅舎の整備を行うにあたっての基本協定が結ばれた。2011年4月の周南市長選において南北自由通路と本施設の整備を見直し在来線駅舎をリニューアル連盟すると公約した木村健一郎が当選した。しかし、前述の JR 西日本との協定により 在来線駅舎の延命は不可能であったため、木村市長は同年6月の所信表明において公約の断念を発表した。その後、2012年5月に木村市長が設置した徳山駅ビル跡地活用方針検討会議の答申を経て、本施設は再び整備される方向となった。同年10月より木村市長のもと徳山駅周辺デザイン会議が再開され、 施設に導入する機能の具体的な議論が始まった。2013年5月20日、デザイン会議が木村市長に対し駅ビル整備基本構想案の答申を行い、同年6月に開催された周南市議会の徳山駅周辺整備対策特別委員会に提示された。施設に導入される機能の多くが当時の駅ビルを踏襲したものであり、 市議からは集客力を疑問視する意見が相次いだ。また、同年8月、市議会特別委員会は、カルチュア・コンビニエンス・クラブが管理を行っている、竹尾市図書館、歴史資料館を視察。参加した市議から、新施設に導入できないかという意見が相次いだことから、市は検討を始めた。2013年11月5日、 新たな徳山駅ビル整備基本構想が策定された。竹尾市図書館、歴史資料館を例に挙げ、施設の各を同様の民間活力導入図書館とする方針が決定された。また、この基本構想の策定直後の11月18日には、コンセプトの具体化等を目的として、CCC との連携が発表された。2014年度に、施設の基本、 実施設計を実施。公募型プロポーザルの結果、当初から徳山駅周辺デザイン会議に参加していた内藤博士建築設計事務所が選定され、設計を行った。2015年頃には CCC が管理する他市の図書館でトラブルが頻発したことから市民団体による反対署名活動に発展した。署名数は有効数を上回ったものの、 市議会に上定された計画の是非を問う住民投票条例案は反対多数で否決された。2016年2月、周南市議会平成28年第2回定例会において設置条例が可決され、施設の正式名称が周南市徳山駅前にぎわい交流施設、各となる図書館の正式名称が周南市立徳山駅前図書館と決まった。 同年7月には、市による指定管理者の公募と審査を経て、CCC が正式に指定管理者として選定された。なお、公募に応募したのは、CCC 一社のみだった。2017年8月に開催された集南市議会、中心市街地活性化対策特別委員会において、施設の外壁に、条例上の図書館名称から、徳山を省いた集南市立、 駅前図書館という表記のサインが議会への報告なしに施行されていたことが問題視された。その後の特別委員会において木村市長は説明を漏らしていたと釈明。周南市を広く全国に発信したいという私の強い思いからサインを決定したとし、コストや後期面から変更は不可能と説明した。最終的には 周南市議会平成29年第4回定例会において、周南市徳山駅前にぎわい交流施設に掲げる名称決定の経緯について説明責任を果たし、謝罪を求める決議が可決され、議場における木村市長の謝罪に至った。2018年2月3日に開業。市長の交代と計画の見直しが繰り返された結果、構想から開業まで、 実に15年以上を要することとなった。同年10月28日に駅周辺の施設とともに港ワシスの登録をしていて、当館を代表施設とする港ワシス徳山として賑わい拠点ともなっている。ありがとうございます。